まるっときりまるです。今日は私が上京する前の8月に撮った23年間住み続けた大好きな地元大分県でのね、一人旅の Vlog を紹介したいと思います。夏なので季節感大丈夫ぞって感じなんですけど、どうしても上京する前に大分のいいところを最後詰め込んで撮りたいなと思って行ってきました。大自然なゆるい Vlog になってます。よかったら最後まで見てください。どうぞ。ほい、見てください。なんかここが足湯らしい。すごい、24時間使えるらしい足湯。じゃらーん。ここで好きな時にコーヒーが飲めるらしい。じゃじゃーん。今日はここでご飯を食べます。着替えてもいいですか？せっかくさ、一人でこんないいところに来てるのに浴衣着ないなんてありえない。これが大分のいいところでございます。扉を閉めて内湯とか外湯にこのままできるのと、見てください、ここに岩盤浴もついてます。すげくね。はい、ということでご飯が届きました。こんな感じです。コース料理になっておりまして、まずは前菜が届きました。美味しそう。ということで6時になってご飯が来ました。あのね、これが湯布院のサイダーって言って、湯布院サイダー、ピンと合ってくれ、合ってる。じゃあ乾杯。みんなお疲れ様です。うまっ。本当はお酒を飲みたいとこやけども、ちょっとあのお腹空いたら夜コンビニに車で行こうかなと思ってるので、お酒はまだ飲みません。夜ゆっくり飲みたいと思います。じゃあいただきます。いただきます。うん、うまっ。なんかコンポタージュの味がする。うん。めっちゃ静か。じゃーん、次はお刺身が届きました。こんな感じで、今まであんまり海鮮食べれなかったんですけど、年重ねるごとにだんだん食べれるようになってきた。うん、めっちゃいいやんか。やばい、楽しみすぎる。こういう感じで夜になりましたけども、寂しいよということで、今日お酒を買っておりましたので飲みます。さっき道路に持ってくる時に道路に落としてべっこべこになった。まずホロ酔いが全然飲めんやけど、パッケージ可愛いなと思って買いました。では皆さん乾杯。おお、あ、美味しい。桃と洋梨だって。なんか最近さ、なるべくお酒を付き合い程度で飲めるようになりたいって言ったやないですか。やけ飲むようになってからほろ酔いの苦味がなくなった気がして、やっぱ定期的にアルコールで取らんといけんのかなって思いましたね。今までは多分このほろ酔いなんでも、にっかーって思ったけど、という感じで今回は一人 Vlog をやっておりますけども、密を避けてどこ行こうかなって考えよったんやけど、やっぱりカメラマンいるくねーとか思って、もしかしたら私のめっちゃ仲いい、前さ動画で紹介した唯一の幼馴染ない異性やけど、まあ、親友、本当に心からマジでこの人とは何もないみたいな親友がいるって言ったと思うんですけど、その人がもしかしたら仕事がお休みやったら明日撮影やってくれるかもしれなくて、明日もしかしたらお願いするかもしれんけど、キリチーズを買いました。どうしよう、明日どこ行こうかな。大分のいいところってまず大自然がいっぱいあるのと、温泉があって、人とこうさ密接にならなくても観光楽しめるよっていうところなので、どうしよう、私動物と触れ合いたいよね。ということでお酒飲んでいきたいと思います。こんなとこに泊まっておきながら、もしかしたら朝まで編集ガーってやって
朝移動になるかなって感じです。本当に唯一の最後の大分楽しみたいと思います。おはようございます。結局お風呂に入る前に朝ごはんがやってきましたので、お風呂入る前に食べます。来たね。結局朝風呂です。めっちゃいい。あっつ、マジであっつ、最高。やばい、最高すぎる。めちゃくちゃ気持ちいい。今日は楽しみたいと思います。もしかしたら雨が降ってるかな。大丈夫かな。すごい素敵な宿でした。ありがとうございました。旅館ありがとう、楽しかったです。バイバーイ。ということで、おはようございます。無事に着替えて、ちょっと雨が降ってるんですけど、どうしても湯布院っていうところをね、ちょっと紹介したかったので、ちょっとサクッと紹介したいと思います。で、昨日連絡したあの友達が今日ね仕事がお休みになったということで、あの来てくれましたので、後で合流をしてカメラマンしてもらおうと思います。ありがとうございます。一人旅の予定がマジでありがたい、本当に。しかも友達と回れるっていうのがめっちゃありがたいんですけど、美味しいもの食べて紹介をしていきたいと思います。じゃあ、はい、ということで友達と合流をしてちょっと YouTube で出るのが初めてなので、自己紹介をお願いします。自己紹介せんでいいわ。高校生の時からの親友です。小中一緒です。はい、小中も一緒です。小中も一緒です。一つ先輩なんですけど、イクヤです。はじめましてということで、カメラマンお願いします。レッツゴーレッツゴーバナナのホットド、バナナドッグだって。エロエロ、あらめやん。私大好きなこういうところ、全然興味ない、こういうところ。これが欲しい。めっちゃ見えるわガンガン見えるわこれなんとなんと、まさかのあの、何、ポップコーンがいいな。ポップコーン、ポップコーンがいいよな。三連コーン、三連一個じゃなくてつけます。え、結構良くない、良さげえ、気に入ったよ私。じゃあ、その今つけてる指は、あの視聴者プレゼントです。なんか錆びてるけど大丈夫これ、汚ね。怖くね。結構可愛い、普通になんかやべ、指の毛が、え、コーンみたい。いいね、アリトッツォ、可愛い。おもちゃん、え、かわいいちょ、おもちゃん、え、マリトッツォね。マリトッツォかわいい、これこれね、ここ人気でさ、結構早くポンとなくなるんよ、言う方。え、ってことは、お口ミーフィーってこと。お口ミーフィーってこと。ああ、そういうことね。あ、オッケーオッケー。食べていい。では、いただきます。ミーフィーの8倍ミーフィーの前で絶対しちゃいけん口してた今。ミーフィーの前で絶対ダメ、絶対ダメ。バッテンなんやからあの子。あざとポイントです。え、なんかついた、本当に鼻についた。かわいい、かわいい鼻についてるんだって。クリームって感じ、うん、このなんといってもこのね、パンの上にミーピーが乗ってるのがかわいいですね。これ、これがポイントですかね。うん、これがポイント。どのくらいうまい。どのくらいうまい。2年断食して、うん、味の素の餃子食べた感じガチうまくね、絶対。それはうまいな。これがね、ミッフィー自分でかけるやつらしくて、いや、使えるきつくな。これきつくね。こん中で書くのきつくね、ちょっと。小学校の時どんな遊びしよった。小学校の時、あのターザンごっこで草食べたりしてた。さあ、これはセンスがあるのかどうか。見てください、ね、ここに貼る剣。サインとか書いてた方がいいんじゃん。
調子乗ってないそれは。それは生きりすぎ。それは生きりすぎ。上京するけってそれ生きりすぎやね。それは生きすぎですね。なんか最近あった面白い話ある。最近あった面白い話。こういう振りが難しいか。一番むずいな。金賞コロッケ一つお願いします。金賞コロッケ170円でございますね。はい、ありがとうございます。でもさ、結構全国で見るくねこれ。金賞コロッケはマジで湯布院しかないやろ。そうなんや。なんか福岡で見たことある。それ銀賞コロッケやから。金賞コロッケは湯布院だけです。ハッシュポテトみたいな、なんかうーん見た目が。あ、やっぱ美味しい。本当に美味しい。美味しい。うん、全然面白いこと言ってないな。全然面白いこと言ってない。緊張してます。湯布院にこんな口で来る人おる。やる気な。もう湯布院はいいね。もういいです。うん、もう満足。興味することないんで来ないでいいです。悪る。桃が入っとるよ、まず。ここが大分で私が一番大好きな九十自然動物公園です。あの動物好きな方はもう本当に 100% 触れ合い動物好きな人おすすめです。でもなんか昨日から雨が結構降ってるから今めっちゃ臭いよね。大丈夫？本当に臭い。結構あのヤギと豚のうんこの匂いがすごい。地獄です。私は全然大丈夫なんですけど、はい、よかったらちょっと紹介していきたいと思います。めっちゃ楽しいよ本当に。こっから行くよ。オープン。あ、シメント入ってくる入ってくる。ヤギちゃんこっちや。今あらまあ、お久しぶりね。あ、見て豚がすごいことしよるよ。何しよんの。うわ、ミミズめっちゃ食べよう。怖い。ちょっとマジで怖いわ。でっけえ。いや、手でどうやってあげようかな。ちょっとでかいな。いや、ヤギやったらいけるんやけどさ。どうしようかって。でっけえな。どう。うん、あのすごい、はい、もう新手の小顔効果や。もうマッチョマッチョ。新手の小顔効果。うわっ。うわっ。キリ丸すげえ。全然いける、全然いけるタイプです、この子。こういうの昔からいた。キリ丸はこういうのいけちゃいます。ちょっとこの人凶暴やけん、多分外出られんのよ。外出ちゃう人おるけんさ。うわ、唾かけられたら終わりよ。おもろいこととか一個もかま。今すぐ帰りたい。来た。今すぐ帰りたい。もうほんとマジ何もおもろいこと思い浮かばん。逃げるぞ。どうしよう。こいつから逃げれんよ。なんでこんな飼育員おらんの。マークされてる。なんでこんな飼育員おらんの。もう無理や、逃げれん。こいつから逃げれる気せんもん。逃げれんよ。ツバ飛ばさんだよ。イエーイ。バイバイ。ちょっと待って。何？あと食べようとしよるやろ。ちょっと。はい、ワンツーミー新作やられましたね。もう食べたね。はい、サムネ。こんな感じです。飲むか。いや、なんや、豚がさっきさ、唾液残しちゃうやんか。臭いんや。あ、飲んだ。いけるんや。そうなん。おるよね、やっぱ人間でも誰でもいけるやつ。誰でも母乳いけるやつ。こんな感じで、本当にここはマジで誰もいなくて、結構穴場なんですけど、ガチで動物本当に大好きな人じゃないとちょっとね、厳しいかもしれないですね。私すっごい好きでめちゃくちゃここ来るんですけど、結構一人で来たりするよ。どんどんヤギと羊の数が減ってきてるのと、前の方が2、30匹ブワーってついてきよったけん、もうなんか恐怖みたいな。もうどんだけ走り続けても一生追いかけられるみたいな感じだったんやけど、それがちょっとなくなってますね。スリルが足りない。もうだ誰もおらんやん、こんなん。貸してあげるよ。あ、やったー。あ、いやー、ちょっと超かわいいよ。めっちゃかわいい。まあ、でもなんかびっくりしてる。もう風えぐいて。こんなおる？完全な泥やわ。新作行きました。え、どうしたらいいん、泥って。洗濯で取れるかな。クリーニング。ガチ？え、なになに。
ボタン取っちゃう。始まった。はい、私たちはね、2番の羊ちゃんにお願いしました。はい、それではですね、早速第一レースにスタートしていきたいと思います。ほとほとほら。第一レーススタートしました。待って、この子早い。頑張れ頑張れ、おいでおいでおいで、おいでおいでおいで。頑張れ頑張れ、おおっとっとっと。一番のあずきちゃんがちょっと前に出ましたが、最後の方は羊さんたち。大丈夫、問い詰められるよ。あ、一匹残されたよ。大分ですごい有名な岡本屋というプリン屋さんですね。あ、プリンっぽいよ。あ、プリン。めっちゃいいよこれ。テネ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 テン。やっぱプリン、うん。うん。やっぱこれだわ。本当に食べてみてほしい。これ本当に美味しい。地獄蒸しプリン。別府って感じするけどな。別府に、あ、来たなってすぐ分かります。別府の人分からんらしいよ。もう、うん、異様が慣れすぎて。もういいよみたいな感じやな。もういいよみたいな、異様的にね。これで友達長いことやれるんで、誰でも友達になれます。これでこの子はおもろいんで、あの、誰でも友達になれます。はい、ということで大分観光の Vlog はどうでしたでしょうか。ここは十文字って言って、夜の景色がすごい綺麗で有名なところなんですけど、夜はちょっと人が多かったり、ちょっとやからとか、あの、まんじ系のプリウス乗ってる人たちちょっと多いんで、はい、お昼に来ました。お昼は治安が良すぎてね、居眠り全然見えないんですけど、別府ので、上の方に行くとこうやって夜景が綺麗だったり、別府はご飯が美味しいところとかもすごいいいところです。今日一日カメラマンありがとうございました。こちらこそ、すごい助かりました。東京に行くので私もう会えなくなるじゃないですか。さよなら。さよなら。これで、気持ちよく東京に行けるかなと私は思ってます。ちょこちょこ大分に戻ってこようかなと思ってます。さよなら。さよなら。こんな終わり方よくない。はい、ということで、じゃあまたバイバーイ。